暗礁は常に水面下にある暗礁である。岩石や珊瑚礁でできており、船舶にとっては座礁の恐れがある危険な場所となっている。海図では、潮の看満を基準に暗礁を水上岩、間質岩、あらゆ暗岩に区別し、記号や数字で表す。これらは以下のように定義される。このうち暗い和が一般には暗礁と呼ばれる。 海洋法に関する国際連合条約第121条では、自然に形成された陸地で、水に囲まれ、校長時にも水面上にあるものを島と定義し、島に、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸法を認めている。ただし、蒸気の条件を満たしても、人間の居住または独自の経済的生活を維持することができないものは、岩と定義され、 排他的経済水域や大陸法を許さない。この定義によれば、間質岩荒井岩、暗岩は、国連海洋法条約上は、島でも岩でもないため、領海接続水域、排他的経済水域、大陸法を許さない。ただし、間質岩が、停止を放置と認められた場合、間質岩の停止汚染を、領海の規制にすることができる。肝陽区で、 何かが障害となり、物事がうまく進行しないことを暗礁に乗り上げるという、ありがとうございます。